どうも皆さんこんにちは。函館からのYouTube ライブです。ライブじゃないですねこれね。実は今ちょっとこの場所ですね、亀田署前の、場所になりますけど、今ですねこちらですね、熱帯データ函館イーブルネッツ三原っていうところに今います。ここの駐車場はですね、ここの場所はですね、かつてトヨタごと時代からずっと営業していたトヨタ系の中古車販売店だったんですけど、建物自体がもうかなり昔からあった建物を、これ外壁をちょっと色塗り替えてるって感じです。もううちらですね、ここでよくスプリンターの中古をよく買わせていただきました。確かね、うち買ったのがあの70スプリンターだったんですよ。まだ、私の袋がですね、おととしの秋に亡くなっちゃいまして、この場所はですね、かなり思い出のある場所ですね。結構車買い替えるとなると、もう必ずここの中古の販売屋さんに来てよく買ってました。もうね、車のラインナップはね、もう昭和、から平成とずっとここで買ってたんですけど、もうだんだんあちらのネットトヨタ三原の方に今なってしまいまして、で私の愛車ユニークのスプリンターの100系のバンとビッツもみんなあのネットトヨタの方に移行しちゃいました。まあこの部分はですね、本当変わらないですね、全然ですけど、車のラインナップっていうんですか、もう車種系はもう変わりましたね。もうボクシーだってもう、かつてのトヨタのライトエースだった車ですね。ウィッシュはもう今もうないですね。これ128万です。いやー、いいっすね。そしてカローラ。今、もう元はもうスプリンターはあったんですけど、今もうネットトヨタはカローラ帰る時代になりましたね。もうベースだったカローラになってしまいましたね。スプリンターはなくなって。そしてプロボックス版。今の、カローラカルディナのバンですね、まあ、スプリンターバンの当範囲を見てますけど、今これカスタムして乗ってる人いますよね。車高アップしてすごいですね。チュアーデブルだけど昔と変わらないですけどね、結構車のラインナップも結構変わりましたよ。ここね、この部分とかもう本当に変わらないです。うちね、スプリンターのね、多分2世代目でね、あの70スプリンター、まあ、中古で買ったんですけど、あのウルタンバンパーの前期型ですか、1983年にここで来て買ったんですよ。おふくろがまだ、まあ、元気だった年ですね。確かね、スプリンターのシルバーで、あの1300のエクストラ、1981年車なんですけど、確か僕欲しかったのはこの場所で買ったんですよ。今でいうとこの場所からすると、そうですね、この、アクア止まってる場所かな、ちょうど僕の小学生の頃のアクアの記憶なんで、あれですよ、大体この場所で、ウジスプリンターの70-1300XL エクストラを買ったんですよ。なんか懐かしいですけど、いや、今となってはね、このプリウスはもう、あれですよね、もう今のカリーナとか、ね、かつてのコロナとかの役割にはなってますよね。もう本家のあの、アリオンプレミオがもうね、なくなっちゃいましたんで、もう今がもうプリウスがもう、その役割を担ってますよね。うん、まあ、いかにもなんかカローラよりはなく上の車って感じがしますけど、まあ、こうして考えてみると、まあ、あれですよね、もう、カリーナともかつての昭和時代のコロナをやっぱりちょっと、足して、似合ったような、まとまり方してますよね。うん、まあ、あくまでも個人的なんですけど、まあ、かつてのプレミアがもうプリウスになったような感じになりますよね。レガシーもねすごく高価ですけど、今もレガシーのセダンもないですからね。もうプリウスアルファ、これもいいっすね。懐かしい、あの宝田明さんの最後の愛車ヘンリックがこのプリウスのアルファだったんですよ。もうアメ車とかでっかいアメ車とかキャデラックとかね、いろいろ乗ってたんですけど、最後なんかこれに終わったらしいですけどね。もうおぎやはぎさんの愛車ユニークでちょっとゲスト出演しましたけど、
まあこれはちょっと後期なんですけど、前期の方ですね。なんかそれでなんか車はなんか終了しちゃったんじゃないですかね。高田さんも、まあうちの親父と同じ年なんで、小級でもらって本年もう亡くなりましたね。今年ね80確か7か8歳で亡くなりましたね、うん。まあ吉村真理さんは元気ですよね。もうプリウスのあの紙デザイン3代目も乗ってますからね。いやーこう来ると思い出しますよ、懐かしさがあって。建物自体はね、本当トヨタ時代、トヨタオート時代と変わらないの、壁とかも。いいな。で、今ですね、私の親父はですね、今、前はですね、あれ乗ってたのかな。2018年のハスラーの、後期が最、先代のハスラーですね。新車で買って、もう今もう去年モデルチェンジしましたけど、その前のやつを乗ってますけど、今は2009年のムーブに乗り換えましたね。今も親父は今のムーブではもう最後の次の車になってしまいました。2009年の。もう親父も年なんで、もうそれで、もう愛車変理が最後になりました。もう本当に変わるですね、ムーブはね。ミニバンらしさはなくなりましたけども、すっかりもうワンモーションフォルムになって、あれからもうほとんど変わらない状態ですね。まあ、ボンネットこそもう本当にメリハリついたデザインになりましたけど、これ今のムーブですね。形としては2017年新規って書いてますけど、どういう形なんですかね、ムーブもね。いいっすねこれ、はあ、いやハイセットトラック売れたんだな、ひろみさんと同じやつね。120万、ここはかつてね、ここ今ここまでなってるんですけど、こう道路渡ったとこまで実はこの中古車屋さんやってたんですよ。うち昔そこでスプリンター買って、次この今このアルファードがこの置いてる場所で、うちのセクシースプリンターですか、白のクリアイコーさん CM やってた頃の、それをですね乗ってた場所、売ってた場所がちょうどこの場所だったんですよ、白で。確かに1300のスーパー XL の白、1985年車で、ちょうどあそこのビッツが多分ねパッソの隣だと思うんですけど、この場所で俺買ったのが1981年車だったんですよね、中古で。確か私が小学校入る時の買った車だったんですけど、ああそうですね、買ったら乗ってるんですね、まだねすごいな、もう30年以上になるでしょ、カペラもすごいな。で、そこでスプリンター買ったんですよね、シルバーの。で、今はもうほとんどあれですね、スピッツはもう、スターレットだった時代がもう、ビッツになり、そして、今はヤリスになりましたね、プリウスも、今もう時代も変わってしまって、ほとんどスプリンターだった役割がもう本当にカローラと、今、ビッツの2台になってしまいましたね。ただ日産はノート1台オンリーになってますけどね。だんだんもうなんか車のデザインも今少し見るとセダンっていうデザインがもうほとんどないですね。ある意味トヨタさんとスバルさん組んでると思うんですけど、なんかレガシーが一応チェイサーみたいな役割を感じるような感じですね。昭和の気持ちで帰ってみると、すごいな。のロングラン補助とかもう函館で、ね、離れた方も多分知ってらっしゃるとは思うんですけど、まあ、函館離れた元函館出身者の方も多分見てるとは思うんで、もう天満屋さんって車の番機屋さんが今ちょっとリミックス車買い取り販売の番機塗装になってますね。なんか車の販売もやってますね。まあ、天満屋さんっていうのはなんか番機屋さんなんですけど、もう亀田市もかなり立派なものに変わりましたんでね。まあちょうどここね、このアルファードを出る場所がちょうど我が家のスプリンターがあった場所だったんですよ。ね、ここでね、スプリンター買ったのを覚えてます。もう今はもうね、こうやってセブンイレブンにすっかり様変わりしちゃいましたけどね、ここはもうかつてもう、熱、トヨタさんの今、元のトヨタオートだったと、ね、どこの中古車販売店だったんですけど、いや、この部分は変わらないですね。昭和の、隣の古い図書館も全部取り壊されましたけどね。やっぱこの赤いこのテレビとは、やっぱり懐かしいって感じる人いますよね。
やっぱり函館に住んでる方は。昔ここレストランだったじゃないですか、あのジョグチャートムの場所、後にあの吉牛になって、確かケルンだったかなんだか、ミングだ、ミングってどこだったんですよね、覚えてます、ミングって、あのファミリーレストランの、ちょっとなんかおしゃれ、ちょっと豪華なファミリーレストランって感じの場所だったんですけど、ミングって確か2000年以降もただやってたと思うんですよね。あの確かあのあれですよね、吉牛ができるあたりですけど、2000多分ね何年かですけど、ここ吉牛だったんですけど、今もうジョグチャートムになりましたからね。吉牛だった建物ももうすっかりも全部取り壊して今さら地になっちゃって、そしてジョグチャートムと今変わりましたね。うん、それも函館木工さん、決める気は函館木工さん、店は変わりましたけど、もうね今もう閉鎖しました、もう閉店しました、もう看板こそ懐かしいですけど、ラジオもよく CM でコングレチュレーションの曲流れてるのもありましたね。 HBC ラジオ聞いてる方多分ご存知かと思うんですけど、 CM でやってましたよね。もうすっかり変わりましたこの辺、まあ、全ては STB でしたけどね。セラはもういいっすね、これね。いやセラも本当出会うようになりましたよね。今はもうすっかりハッチバックになりましたけど、うん、この頃からですよね、車がちょっとやたらと出会うなってし始めたのがね、うん、確か S1 から手違ったんじゃないかなこれだけど令和でやっぱりここまでちょっと生き延びてるのもなかなかないパターンだと思いますね。これもう連世界はもう多分見て、あ連世界いてたって方は多分いらっしゃるとは思うんですけど、なかなか変わらない雰囲気だと思います。いやここでね、まあ昔スプリンター乗ってた、買ってましたから、買いましたからね、これよくね。うん、なんかあったらもうこっち来たりとかしてたのはよく記憶に覚えてます。もう中古ばっかり買ったのかな、G スプリンターほとんど。で、だんだんね、あの、90のスプリンターから新車っていうかもう、最終モデルの新車かな。うん。そっからだんだん新車買うようになりましたね。それまでもうほとんど中古でしたからね。ここ全部ここ車の販売ブースだったんですけどね、ここ今もうすっかりもうセブンイレブンのさんのものになりましたんで、まあ本当にもうこれ変わり様変わりしちゃいましたね。まあよろしければ皆さんもこちらあのチャンネルもたまにですね、函館のちょっとピンスポットで懐かしい歴史ですか、あの動画アップしますんで、またちょっと次の機会にまたお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。